グリーンランドの氷床融解、2019年は過去最多の5320億トン。気候変動の加速、地球温暖化。デンマーク領グリーンランドを覆う氷床の融解量が2019年、観測史上最多となる5320億トンを記録していたとする研究報告が20日、学術誌コミュニケーションズ、アース、アンド、エンバイロメントに発表された。海面上昇が早まる恐れを警告している。これは、世界の海に前年より1日あたり300万トン多い水が流れ込んだことになる。あるいは、オリンピック用プール6個分の水が毎秒、海に注ぎ込まれたと言い換えることもできる。研究チームによると、氷河の崩壊と厚さ2から3キロにもなるグリーンランドの氷床から流出する融解水が、2019年の世界の海面上昇の主原因であり、海面を 1.5 ミリ分押し上げた。これは1年間の上昇分の 40% に相当する。融解量は、これまで観測史上最多だった2012年を少なくとも 15% 上回る。しかも、融解量の多い上位5年は直近10年間に集中しているという。グリーンランドの氷床が全て融解すると、世界の海面は7メートル上昇する。フランス国土の3倍の面積を覆うグリーンランドの氷床は、2000年までは融解量と積雪量が拮抗していた。しかし、この20年間で温暖化が進み、このバランスが崩れてしまった。気象パターンもやはり気候変動によって変化しており、雪雲の発生が減って降雪量が少なくなっている。高気圧が張り出すことで、より温暖な晴天の日が増え、氷床の融解が加速する結果となっている。AFP 記事より抜粋。グリーンランドと聞けば氷に覆われた極寒の場所というイメージがありますよね。もちろん、基本的にはそのイメージ通りの場所ですが、近年はその様相が変わってきております。氷床が融解を続け、ティッピングポイントを超えてしまうと融解を止めることができなくなると、研究者は警笛を鳴らしている。遠い島のグリーンランドの氷床が融解することによって最大7メートルの海面上昇が起こると予測されています。これは約3億人の住むエリアが洪水で沈むと計算されています。海水温度が上昇し世界の氷床を溶かし続けていくと消滅する国や住むことができなくなり土地が増えることだけではなく、太陽のエネルギーの冷却もできなくなるでしょう。地球のティッピングポイントを超えないようにしなくては人類には未来がありません。奇跡的にも存在ができた水に覆われた地球は、人類の手で汚染してしまいましたが、その逆もできるのではないでしょうか。高島博士は、地球の起死回生という大きな目標を掲げこの状況にバイオ生物工学という分野で、日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかし、その逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学が、EMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を共存、共生させることに成功し、他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。微生物やウイルスという目に見えない世界の分野ですが、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発光という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、
ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。